深夜に撮ってるんでボケてるプレイをしたらごめんなさい。というわけで再開していきたいと思います。この子たち、あ、キノコが緑色だ。私たち全体無口、無口なお、押す本、押す本ある噂、無口直す本ある噂、どこ知らないある噂、無口なのを直す本があるっていうことよね。うん、これ休めるのコーヒーカップに見えた。あ、温泉ある。無口って言われても話しかけちゃうよね。温泉聞くなんでも、あ、病院っていう感じなのか、温泉って。なるほどね。まあ一応ね、真っ白になるまで入っとこうね。生き返ったようになった。 MP が回復するわけではない。どうしよう、ここ全部。あ、おー、無口でないグミ族も一人います。それは私ですね。知ってますか、地面の下から怖いものが出てくるので私たち蓋をしています。恐竜がいっぱいいます。一度行ってみて、あ、慌てて帰ってきたことがありますが、喋る岩もあったんですよ。行ってみたいですか。そうですか。でも私はこう見えてもひ弱な男ですので、それはできない相談でございますんですよ。力があるのは隣の男でございますよ。会話が成り立たないんでございますよ。あいつの無口を直さないと。なるほどね。本を探すところから始めるのね。あ、なるほど、直さないと売買もできないと。ここは宿屋？へえ。じゃあ休め。これで火薬ですね。雑魚寝かな。さて、本を探す。こっから行けるところって、その下の、あの岩の下にある穴だよね。でも私たち行き止まりでここに来たんじゃないっけ。外に出たら電話来ました。アップルキット、いいお天気ですよ。ウィンターズのアンドーナツ博士の研究所に来ているんです。博士は留守のようですが、僕勝手にここでこけしけしま。あ、なになに、あ、さらわれた感じ。あー、やばい、行かなくては。うわ、怖い。これオレンジキットかな。あ、オレンジキットの方があれだよね。ゆで卵を生卵に戻す研究もいよいよ大詰めを迎えました。ほう。ところで行方不明、ああ、この人が持ってんの？へえ。なるほど。つまり、どうやって飛ぼうか。距離がない。行ってみる。あ、で、あ、そうかそうかそうか、洞窟でもできないんだもんね。一回この湿地帯抜けなきゃいけないかな。あ、でも行けるっちゃ行けるのかな。あ、行けそう。行きますよ。あ、プーがいた。忘れてた。プーがいたから、ここ、おお、虫が来てる。ウィンターズでしょ。あれなのが、あ、ここグミ族の村。あ、そっか、グミ族なんだ。なるほどね。で、どこだっけ。スリーグじゃない、ツーソンだよね確か。
OK、いい感じ。3×3マス ?4×4 マスか、そんぐらいでいけるのか。ちょっとアイテム整理しようかな。ちょっと別のことします。あの動画編集をした時に私ここやってないこと忘れてたと思って、ここ行くの忘れてました。多分行ってないよね、ほら。あのピラミッドに行く前に、あのあれカメムシかな、ピラミッドに行く前に来るところだったと思うんですけど、多分固まった。そら固まるわ、ポーラ。もうなんか、あの、回復してからここに来ますみたいな話をしてたんですけど、ナチュラルに忘れてピラミッドに行っちゃったっていう感じでしたね。まあ、ちょうど、テレポーテーションできるところまで来たし、やっちゃおうかなと思って。で、アイテム整理するってさっき言ったんですけど、結局1個しか処分できなかったんで、ね、なんかここもなんか夢日記で、あ、びっくりした。フリーゲームの夢日記でなんか似たようなとこない、なかったっけ。私はその時全然マザーとか見たことなかったし、やったこともなかったからさ、今見ると楽しいかもしれないなってちょっと思ってる。あ、忘れてた、スターストーム。あれよかった。なんだろう。回復系、攻撃の人じゃなくて一番上が回復がいいな。急いで回復するときに困る。攻撃スターストーム、修行により覚えた星を落とす方法、敵全員に約360ポイントずつ。なるほど。下行ける？で、そっちにも行けると。あー、下側見てなかったな。ノロノロ。あ、でもなんか右に行くような気がするから先に左調べよう。なんもないみたい。おー、すごいいる。さっき上通った時全然いなかったのにね。これ一応下水道扱いなのかな。なんとなくこう、スティックを押す力に、押すのに力が入ってしまって指が痛くなる。今の上がってた方が良かった？一緒か、一緒っぽい。今のゴミ箱は多分宝箱だろうね。ネズミ、悪のネズミ。お、いいね。今回の攻撃力は結構あるからいいよね。なんかジェフがお化けになっちゃったんだけど、取りつかれたみたいな。取りつかれてる。どうしたらいいの？
ん？多分かないよね。取り憑かれたらなんか悪いことあるのかな。可愛いけど。はい、行きまーす。上に登って左の宝箱取ろう。あ、そっか、ここもあるのか。何なんだろう、このお化け。あー、サビの元スーパー。金属系のモンスターに効果があるんだよね。金属系。お、ここはもしや、回復スポットではなかろうか。ちょっと回復しようかな。じゃあちょっとキーリング試してみる？だよね。はい、行きましょう。ちなみにお化けが2匹になりました。取り憑かれたって何？これはちょっと上から行ってみようかな。これどこまで行けばいいかな。やっと気づいた。お化けがいたら、お、壊れたバズーカ。お化けがいたら、ちょっとずつ、ちょっとずつっていうか、戦闘中に、HP が減ってる。HP が減ってるっていうか、攻撃を受けてる。あれだったんだ。じゃあここ3人パーティーで来るところなんだろうし、余裕じゃないの。来ますか。幽霊いるけど。よし、行こう。5番目のお前の場所。今は私の場所。5番目。うわー、ネズミ。しかもなんかお尻から苔が生えてる。どうしようかな。どっちが効くかな。麻痺やってみよう。で、オフェンスアップしてチェックして、グッズのヘビ。効果ない。惜しいね、毒。特に何が、あ、やばい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 。叩く叩く叩く。急いで急いで。違う違う。ほい。ちょっと急ぎすぎたかな。あ、やばい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 。うつ、よいしょ。おい。あ、やばいやばいやばい。固まってしまったって言ったね、今。どうしようかな。普通に戦うでいっか。全力だけど、完全に。フリーズやっとくか。あ、でもな、ちょっと回復に解いといてほしいから、ガードしとこう。あ、やばい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 。あ、でも138だからそんな急がなくてもいいか。で、回復の、あ、星も使いたいね。せっかく覚えてきてくれたんだもんね。ね、意外と頑張るね、この子。やばい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 。これぞやばいぞ。これ間に合うのかな。間に合うか。じゃあポーラのフリーズに時間かかっちゃうね。よし、オッケー、勝利。でもこれリアルタイムに来たらちょっと大変だね。30も上がった。すごい。っていうか、プーって、
攻撃武器手に入るものなのかな。あ、これか、忘れてた、すっかり忘れてたよ私。これ何なんだろう。普通にのこう街の真ん中なんだけど、何の場所なんだろう。メスの目に一瞬哺乳瓶が見えた。ほう、マグネットヒルの音。うん、うさぎ好み人参。大事なものかな。どうしよう、ふりかけよりはクロワッサンかな。まあ、食べとくか。これ大事なものなのかな。すぐなくなっちゃうのかな。どこだろう。ちょっとジェフに壊れたバズーカを渡して取ればよかったな。っていうか久々にミルク音の石。おお。3つなの。もうなんか結構冒険した気になってるけどね私。じゃあテレポートしよう。できない、徒歩で帰れと。不意打ち来た。写真が来ました。はいチーズ。はい、それだけでーす。懐かしの我が家に帰ってきました。久しぶりにこの曲和む。久々のえのきもやし。もぐもぐ。ここ僕の部屋なの。どう、シンプルイズザベストだよね。あ、妹。そんなこと言われるんだ。壊れたアイロンもあるのか。あ、2あるじゃん。魔除けのコインはもういらないよね。でもこの調子だとなんか全部持ってくれるのかな。無限に3ページぐらいはありそう。